ちょっと牧場の様子を見ねえか。ナザミルでなかったのは残念だが、とりあえず確認は済んだ。ええ、ビスキントに戻りましょう。大体隠れてるじゃねえか。フルフ、何度言えばわかる。それは認められない。当たり前の権利を主張して何が悪い。またか。なんか最近表情暗いけど、俺でよければ話くらい付き合うぜ。この一年、俺がみんなと違ってどこにも居つかずにシオンと旅をしていたのは知ってるだろ。下病を封じるためだろ。アルフェン達でないとできないから。あまり町に長居しなかったのは本当は人を避けたかったからなんだ。まあ、英雄だの破壊者だの言われるからか。ニスで爆発しまったのもそれだよな。あの時俺はナザミルのためだけでなく自分自身の怒りを重ねてしまったんだけど、あれは仕方ないぜ。どう考えたって町の連中が悪い。だとしてもその結果があれだ。ナザミルもいなくなってしまった。そりゃ悩むのも無理ねえけどよ。だからってそれだけではあるまい。もろもろの話の裏には君自身の未来への悩みがあると見た。アルフェンの未来？何の話だ？あんたは人のこととなると本当鋭いな。自分のことに悟くあれるなら誰も悩んだりはすまいよ。違うね。自分のことだけでこのありさまだからな。踏み出していいのか迷ってるのはその通りだ。周りがどうあれ君の人生だ。悔いのないようにしたまえ。いや、君たちのというべきかな。それってつまりひょっとして死を。そこは野暮というものだぞ若者よ。あんただってそんな年でもないだろ。自分で答えを出さなきゃいけないけど、おかげで少し力が抜けたよ。ありがとう二人とも。こうなれば我が精霊術で誰が主人か分からせてくれる。やめろ。の貴様は移住希望者なのですが、レナ人を理由に優遇を要求してまして。ここにはここの流儀がある。知らずに来たのかね。テューハリム閣下。そりゃ耳にはしました。しかしまさかそんな信じることなど。では本当だったのか。炎の剣とスルドが通じ合っているというのは。なんという見下げ果てた話だ。
ありがとうございます。助かりました。近頃はレナもダナもああした手合いが増えているようだな。はい、対応も検討しているのですが、難しい問題です。それと民政局のドラシンさんが皆さんを探していました。何か相談があるとかで。アルフェン、見知らぬ相手から向けられる敵意、私にも経験がある。でも大丈夫。ホール、ナザミル、今までどこに。少しだけ、もう少しだけ待ってて。ナザミル待て、話を。ナザミルの気配は、ああ、ダメだ、人が多すぎてわかんねえ。待っててってどういう意味。それに、なぜ今になってあれだけ探して見つからなかったのに、ずっと我々を見ていたのか。お呼び立てして申し訳ありません、皆さん。実はシスロ殿に新書を届けていただきたくて。それは御民隊の仕事のはずだが。それが最近あちらで御民隊への風当たりが少々強くなってまして。あちらってブレゴンでしょ、銀の剣の。そんな反応をするとは思えないけど。一般の住民の方が警戒するんです。レナ人だけでなくダナ人に対しても。そうか、シスロディアだもんな。その点我々なら迂闊に手出しする者もいまいというわけだな。おっしゃる通りです。もちろん皆さん全員である必要はないのですが。あ、どうする、ナザミルがまたここに戻ってくる可能性もあるよな。先ほどの様子からして、ナザミルは自分が望んだ時だけ姿を見せたいようだ。ならば探しても無駄だろうし、万一出会う時に備えて全員で行くがよかろう。しかしテュオハリムが言うのも一理あるわ。それにあなたも少し他のことに気を向けた方がいいと思う。わかった、シスロ殿に行こう。どうかよろしくお願いします。こちらが新書です。ところで新書ってなんだ。自治組織同士の間で交わす公式な手紙のことだ。レナの通信機が使えたらいいのに。レネギスが崩壊して使えなくなったレナの機械も多いからな。違うの、そばにいたからびっくりしただけ。驚かせてごめんなさい。シオン、もしかして茨があった時の癖が残っているのか。不意に近づかれると時々ね。体に染みついた習慣だからなかなか抜けなくて。なるほど、難しいな。でも触れることには随分慣れたつもりよ。何より喜びの方が大きいもの。触れる喜びか、シオンが言うとことさら素晴らしいものに感じるな。そうだね。それにさ、大人になると忘れがちだけど、ぬくもりを感じると安心することもあるじゃない。寒いシスロディアでフルルを抱っこしてると、なんだか心までほんわかできたんだよね。私も覚えがある。不安な時や辛い時、兄さんが黙って背中をさすってくれた。大きな手から伝わるぬくもりが、安心しろと言っているようで
心が落ち着いたよ。言葉にしなくても思いが伝わるって感じだよね。私はまだ経験が少ないけど、わかる気がするわ。ならば経験を積むためにもどんどん私に触れるといい。シオンやリンウェルなら遠慮はいらないぞ。私だってシオンやキサラなら大歓迎。フルルもだって。ほらシオン、キサラが腕広げて待ってるよ。今？わかったわよ。こうなったらたっぷり経験を積ませてもらうから。ありがとうみんな。よし行くぞ。野宿も一人でないなら悪くないわね。あの光ったやつやっちまうか。相変わらずここは寒いままなのだな。お日様が戻ったって言ってもそもそも山だしね。雪解けとは時間がかかるものなのだな。